はい、こんにちは、ビッグボーイです。サマーセールで買った PC 版レインボーシックスシージ最近やってます。ズンパスなしだけど、だからまた最初からオペレーターアンロックする羽目になってるんだけど、それ以上にめっちゃくちゃ遊びやすい。本当にこれ、あ、別にプレステ4版が遊びにくいとかそういうことじゃないんだけど、ただ本当にね、やりやすい。マウス、あとリーンしながら移動できるのもいいね。あ、リーンしながらっていうのはエイムする前に体傾けて動けるのがすごいいい。で、もちろんランクもまだ低いから、ランク帯低めのマッチングになっております。人口の方もほとんど問題なさそうで、よくマッチしてくれる。まあ、たまに、中国、韓国勢のプレイヤーとマッチすることがあるってぐらいか。あとはドローンがめちゃくちゃ壊されやすいってことぐらいだ。オッケー。あだから PC 版の方が結構ドローンを温存する人が多い印象。そして1対4とか1対5になっても割と巻き返す人も多い気がする。で、今若干画面が横に引き伸ばされてるというか、画面比率をね、16対9から16対10にできたんで、敵が出てきた。できたんで、ちょっと画面をね、横に引き伸ばして、プレイしております。入ってった。ドローン出すか。お、53、この辺いないっぽいな。あ、トラップあんの。おお、ほほい、ごめんよ。あと1人。あっちか。ん？どこだ？ちょっと待ってよ。あ、違う。いた、そこか。危ないエイムだった今のは。オッケー。なんだろう、すごくね、緊迫した、緊迫してんのは4番もそうだったけどね、より緊迫した戦闘をね、楽しめる。今みたいにね、一人でバンバン盛り返せる人が多いから。じゃあルーク、アーマープレゼント同じとこだ。とりあえず無印で今遊んでる感じで、もはや今のレインボー、誰がどう強くなったとか弱くなったとか、あとどんなオペレーターが追加されて、どんなことが大会で行われたりしてて、どんな変更点がこれからあるのかとか全く把握してないからね、ガチさはないです。補強しねえと。ここは開けとくか。
4 has located a bomb. Get ready to engage. これなんだ？これわかんない。これ誰のオペレーターの何の能力かわかんない。上か？仲間か。向こうね。バンディットが行く、やる。あ、上の階か。あれエリアかな。オッケー。ここにいいよ。オッケー。そう、ブリッツがね、ブリッツがまた強くなったのか。なんかブリッツってさ、弱くなったり強くなったりをずっと繰り返してるオペレーターな気がするんだけど、今はあれか、縦構えた状態でダッシュできるようになったからか。はい、すごいね、スピード感がすごい。でもちろん初期メンツじゃ使うオペレーターも限られてるんだけど、あっしゃー、取られた。サッチャー、あ、早い。愛知証券が見えた。そこね、あ、同じとこだ。そうか、そういえばこのマップ愛知なんだもんな。どうでもいいことだけどね、僕は今年愛知県内に引っ越したんだけど、こういう建物は見ないな。よし。おう、あ、間違った、ハンマーじゃなかった。痛い。開いた。これじゃワイヤーが見えるから他のとこから行こう。ここに一人。おっ、どうしようかな。エリア外、なんか携帯になってるやついるな。今のパルスだったっぽいけど。悪いの、仲間が入ってる。誰か鳴ってんだよな。ゲセチした。危ねえ。
ケアと一人。こっち。おお、ナイス。なんかね、発売直後のレインボーを遊んでる感が結構強い。まあ今こういうランク帯だから仕方ないんだけど。まあ今のオペレーターも使ってる人もたくさん多いだろうし、また配信されるであろう次のオペレーターに備えて名声貯めとこう。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。